はい、と2024年9月10日になりましたということで、ちゃっちゃと行きましょうということで、どうしたの焦って。あんたなんかワイワイになって生きりださんそんなことない？今日月曜日でしょ、何やってたのこれ。ちょっと待って。83？ まあまあやっとるね。の？待って。66？ でいい？誰聞いとんのお前。今日月曜日だよね。あんたなんか、これ。何やったの今日。ん？これ。ねえ。あんた何しとるしたの？ねえ。まあいいわ、ね、とりあえず行きましょうってことなんですけどさ。せっかくなんでなんか何この、新規ゆるレビューを兼ねて。なんで新規ゆるレビューって補正のゆる入れてこれカブさんいないの？いや、カブさん前回あれだからもう、まあいいわと思って。最後にカブさん入れてもさ、その余った26で、書店に足してもレイフかなんかぐらいだで、なんかレビューにならんかなと思って。書店の言うから意味ないわ、はっきり言って。コスト足りんから、これ入れただけ。うん。深い意味はない。どうせ倒される？そういえばコメントとか見とって思ったけどさ、なんだろう。根拠のない自信があるとかさ、タゲとかでも俺思ったけどさ、そんなことない。これタゲってさ、煽り運転とかじゃないけどさ、レイフ使うとさ、どうしても火のなんて言うんだろう、やつタゲりますが、高体力のやつ。他のに取られるで。なんだあれ。ノータゲの流れ玉持ってかれるもんでさ、それやるが。そうすると必ずタゲして返しこんなんか、あれって。なんか、そんなことない。いや、なんかそんな傾向あるかなと思って。で、そうするとさ、後ろにさ、風神を置いとったりするとさ、そうすると風神の方もなんて先押ししてくるんだもん。いや、あなた先行かん方がいいんじゃないのって思ったんだけど。これ地味だけど、ケル先生かかるのいいかなと思ったんだけど、自分だけ火力上げるのも、イナフとかでもやったりしたけどさ、みんなで、その代わり相手火に変えたらダメだよ。ダメだよ。レッツゴーもそうだよね。自分がさ、なんか不利な時だとさ、弱気なコメントなんだけどさ、なんか短縮とかなんか決まったりするとさ、レッツゴーって言うんだわ。おい、馬鹿にしすぎねえなんか。いや。コメントとか見とってなんか面白いなと思って。根拠がないけど自信のある指示ってのすごい多いなんか。それ多分ちょっと違うんじゃないかなって思ったんだけど。ナバンって。って思っとる。打った方がいいんじゃない？グリアンだってここで使うしかないよ。ペンギンも使い方あれだな。第4ペンギンか。あいつは残るんだよね。うん。グリアンは。あんだけあってもね、意外に体力あるよ。意外に硬いよ、あれ。あ、でも1万2000入ってるから硬ないが。ケル先生パワーか、これ。私これいっとくか、はい、最後蘇生じゃないってやつだね。幽霊で多分あれだり、グリアンは一発じゃダメだろうな。なあ、戦略で倒れんもんね。ありがとうございました。わだちゃんでもありかなと思ったんだけど、ここら辺の考え方もさ、ありがとうございました。もう一回、頑張ったということで、ありがとうございました。3、
風の4枠で言うと、あの、最強候補じゃないけど、高氏2期がいますが、なんで最近2期とか2期とか言うの？いや、なんか言いたいもん。言いやしてよ。あれがいますか？でも継続ターンは2ターンですが、その代わり、掛け目が9倍か。ものすごく高いよね。でもこれ、和田ちゃん、305、ん？だから4.5か？あれ？じゃあ2、忘れちゃった。ごめん、忘れちゃった。いくつだったかな？ 3.5 だった？ 2.5 だった？忘れちゃった。あれ、2.5 はあれだな、名前で今回、達也。ほんとあれだよ、なんか、地方かなんかじゃないけど、これ。達也だったよな。3.5 だったか？多分。継続ターン3地味にでかいかなと思って。次の協力終わって、その対戦の時に多分補正あれなんでしょう。来ると、多分皆さんあれだろうね、ガンガン使ってくる。でもそうなるとなんか私遅延の環境にならんかなと思ったんだけど。これでなんかようやく、火力が上回ったような気がするような感じがするようなみたいな。あれよく見るんだよな、今日は。あの引き継ぎのあのラムちゃんか、回復して、やはり先落ちしていくとね、多分あの遅延が出てくると思うんだけど、そんなパターンが多かったんだけど、強制的になんか落として回復してみたいな。これでも髪切りがあんだけ背高いとさ、あのややこしくなるもんで、ケル先生、これ本当に上位交換出たらね、なんで風だけ硬くないんださんだろうね、魚丸とか多いのにね。と思いません。そうやね。これもなんか考え方変えた。補正ユル並べた時に思ったんですけどさ、だって、ケル先生とあの、なんか、寿司巻きもんですか、なんか言いにくいやつ。かけて 1.8 だから、とりあえず相手が風でおる限り。本ちゃん対戦は多分みんな火に変えるだろうな、これ。そっちも多分守れるで。風でおる方があの守りにくいから。ここワンパンしたいね。支援するならまああれか。このスケジュール問題割と私あれだね、あの引っかかるで引っかかる。今ちょっと考えたでしょ、考えたでしょじゃなくて、面白さはあるよ。でも本当に風カット入ったやつとか、パチンパチンパチンっていけるから、これ使わんよ、当然。使わん。あれ遅延だった。使わんじゃないか。遅延だったかや。あれ遅延だったんだ。あれ遅延、使わんとか言ってるわけで、ありがとうございました。遅延だったんだ、あれ。使わん、一応使わんじゃなくて、使えんのだよ。ありがとうございました。また、ありがとうございました。私結構気に入ったんだけど、あれ、和田ちゃん、なんか。継続さんあって、3.5 だよね。完投したら恐ろしいだけど、これ、協力終わったら完投したらもう、続々出てくるわけだから、1万の 3.5 でしょ。2回攻撃ですね。だからこれ、こんな感じで引き継いでみんな上げてった方がいいかなと思って。2と3を。その、大衆心理じゃないけどさ、あれ、補正ユルがあるとどうしても使用者増えますが、普段ってケル先生そんな多くないよね。さて、10いくつで、だってこれ、1800の2700でそこで 1.2 とか入るわけだから、レイフとかあの辺り倒したりとか、2枠で言うと3000いくつどう？あの、あれか。ヒッタとかあの辺りがもう視野に入っとるもんね。弱くはないよね、コスト重力だったら。で、継続5とかいけるから、風なんかそんな5ターンぐらいでは十分持つでしょう。あの子も初手あれだよね、地味だけど。いいね、羨ましいね。私こっちどっかでさ、あの子のがなんか多いよね、うん、普
二人かかると多分いけるよね、あれ。な、すげえダメージでしたもんな、あれ。乳白の経費ってほんと多いね。これ思ったけど。猫も歩けばね、当たるよね。当たってるよね、ほんとに。あの顔ほんとに。コスト的に使いやすいよな、28ぐらいだったか、あれって。あそこの幅きもんだな。これでもあのイタチでいけん。あ、でもカット入ってる誰か、50入る誰か、2万ぐらいなのか。2万どんなものなの。対比があれだ、計算できんな。2万3000ぐらいある。でもケイ先生これ2回かかったで 1.6 リットルでしょ。すげえ計算できんわ。一発でいけんじゃない、よくわかるけど。で、今度こいつか。カットは邪魔だね、あの85はね。うん。風も効かんで、あれ厄介だね。髪切りと一緒かね、本当にこれあれだな、色変えな、守れんってことになってくるな。ケリー先生の捨てが高かったらもっとあれだけど。ここはかけた方がいいね、あの入っちゃうから。サトシ君、ゴー君でいいでしょう。株何でもあれ補正したんだろうね。ガラッパがやたら多いよ、なんか。2、3になんか。あれ、耐える前提であれなんかな。押しとるんだね、多分。ここはもう使わんでもあれだろうな。こっちカット入ってないで。で、ロマンホーパチンドツ。せっかくだよ、出してよ。せっかく使ってくれたんだで。これどんな夢のロマンホーなんだけど、無凸なんだろうな。6000が何倍ぐらいになるのこれ。3.5 の。あれ、3.5 かかって、12、3倍とか、適当に言ったけど。そんな出す必要ないよね。これでもほんとこれかかると、清盛。なんてやいい。タケノコでいい。早いよ。パチンパチンパチンみたいな感じでいける。だってクレコと同等63、そうだ、近いとこまで行くんだよな。あ、蘇生後でいいね、うん、そうだね。うん、ここでいいね。こうか。待てよ。無理だよ。私、たげな方がいいよ、絶対。絶対たげな方がいいよ。だって、普通の HP でこれ6万以上なんだよ。そう、いや、あれやめた方がいいよ、本当に。あの見た目はさ、弱そうに見えるでしょう。こうなったらもういいんだわ。これで1万6とかぐらいじゃないかな。4が4つぐらい入ってる。3つぐらいは耐えたってことなんだね。うん。比較できんやつでしょ。泰造さん3人ぐらいでいけん？大仏が1人で打てたら多分いける。あと2人来てくれれば。1人じゃ多分足らん。2人じゃきついんじゃないかな。1200で死んだ。1200、1030、2040でいけたんだ。ありがとうございました。
ラッキー拾った。あ、泰造さんって3000円くらいなかったのか。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。ありがとうございました。他にもいろいろはやったのあるけど、せっかくなんでこれでいこう。あの、全員いるレベルできるから。玉かけたグリアンとかああいうのもやった。それから、そういえばさ、あれ、なんなんだろうあれ。フェイクなのかなんかわからんけど、同じ名前おるよね。うん、今日数回見とるよ。これ売ってるんかな。似たような名前なんかサブ臭いのって結構おるよね。こっちの方のあれじゃないけど、ジャンプだとあんまり、ジャンプだと数人でしょやっとるのって。それってあれってでも何あれずーっとさ何やっとってさ、あれって対策されてないってことはさ、大丈夫だなあれって。いけんかな。だってずーっとあれバンされてないけどさ、だって対戦ずーっとやっとるでしょ。ってことはいいの？いや、あなたそんなやる気ないでしょ。やる気ない。二つも操作めんどくさいよ、そんな。そんなんやるんだったら隣でずっと発音といとる。今日ずっと発音といとった。こういうデッキじゃなくて火力デッキとかにしとくとやりやすいから。これ私最初の時確か何をしたんかな。全然なんか見当違いの答えをした方がいい、この問題。上位互換マジで惜しいよな。今日本当に補正ユール多くてさ、あのみんな使っていくとさ、なんか思うもん。ああ結構強えよなと思って。打線これ、蘇生さえ使わせれば。うん、幅機の 2.5 があれだもんね。ここで言うと 1.8 はケル先生もう一回かかっとる。あれか、先生と虫で 1.8 ぐらいになる、うん、あれを落としたかったな。しゃあないな、寿司巻くのだったか。火力ないもんな。言い訳にしとって感じ。さあ補正入りは確かにわかるわ、ね、ここはまあやめとくか。うん、そうだね、うん、もう一個だったな。まあ、ここはとりあえず打っといて打っとくんだけど、これか体力ないのが問題だな。915だとか補正回復してしても無理だな。どのも持ってかれるの。これ2000ぐらいでしょ私の。それはもうここも当然あるだろうな。うん、私こっちいいよ。いいよ。で、こっちといたらこうだったら。あっちがかかっとでな。うん、本当和田氏、和田氏だったか。ありがとうございました。 3.5 マジであれかなと思って、ずーっと2回攻撃を前にさ繋がなあかんって。ありがとうございました。で、ありがとうございます。頑張れ。せっかくなんでさ、ありがとうございました。ちょっと時間あれだ、24分。それっぽいやつはなんかやってくわ。あの補正ユールがあるようなやつ、ちゃんとしたやつで
姫ちゃんいいかなと思ったら、こういうのはいいわ、こんな株はいいわ、その遊びみたいなやつはいいわ、タケノコもいい、こう普通の和田ちゃん。やってみるとさ、イナフで 1. なんだこれ 1.5 イナフで 1.1 いくつだ 1. ちょっと待って 1.4 あっちの方で 1.4 か。あ、5カードいけんかったな。あ、揃えれんかったな、5カード。5が本当あれなんだろうな、多分。行った方がいいと思うんだけど。あれももう1個もいけるか怪しいけどな。うん。こう言っとく？こっちでのがいいしようと。ほんで、1.2 だから1.6 ぐらいかだったかあれって。どれでもこれ多分打てるわ。うん。あ、いかん。あ、いいわ。立ち回るでいいわ。ほんで、まあ、どっちでもいいんだけど、これ打てるで、多分。さあ、ここを、あ、ちょっと待って。あ、スキル使っても難しかったかな。寿司巻きなんとかがあれだもんな。もう終わりだね。定番だね。んで、どっち行きゃいい？私ら行っといて。あれだな。和田ちゃんが水入っとったらうんこだったんだろうね、多分。いや、もう打っとくわ。本当は私打たん方がいいんだよ。分かっとる？分かっとる、あんた。本当は打たん方がいいんだよ。どれが打っても俺も一緒だろう。いや、何これ、何やっとんあんた。ごめんなさい。何やっとんあんた。風の2回があるでいいんだな。いや、和田ちゃんパンチが。和田パンが、どっかのパン屋みたいだね。和田パン。ちょっと和田パン、和田パン、うずらしてよ。和田パン、うずらしてよ。ちょっと、嘘。コックスしか打てんが、和田パンが。マジで？っていうかこれ、やっぱりあれだって、ケル先生とか、ツシマキモンだったか？ツキシマモン？ツシマキモン？あんた、ああいう言葉ほんと弱いよね。ちょ、何あれ？ちょ、何あれ？ちょ、これ、100一杯ぐらいならんの？ねえ、ダメ？ちょっと待って。ちょ、奇跡の一発無理？いや、無理か。奇跡の一発。奇跡の一発。100一杯ぐらい出んで？ちょっとぐらいでん？1ぐらい入らんの？入らんの？ 1 ぐらい入らんの？1ぐらい入らんの？ありがとうございました。入らんの？ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。変なボタン押しちゃった。ありがとうございました。変なボタン押しちゃった。あれ、いや、お好きじゃないんだって。それっぽいのちょっと探すわ。これだとあれなんだよな。うん、和田ちゃんバージョン。この時間帯は私絶対遭遇すると思ったんですよ、いつも月曜の。月曜のこの時間が遭遇タイムだと思ってる、私は。うん。なんとなくね。人に行動パターン、あ、ダメだな、これ。こういう時、レイフが欲しかったんだけど。これぐらいいけん？
あ、4200出たのあれ、本当に。ただ問題これいかなかんやつだな。これどうやっていくんだこれ。うん、あいつウェブノンの1万いくつを回復って、あのあれだな、ちょっと回復しとる、あのあなたスサノオのあれどんなもんある、1万ぐらいあるでしょ、引きが入っとる。ってことは合計どんなもん、風で2万8000とかそんなもんぐらい出さなかん。どう見ても足りそうにないねこれ。パイセンの 1.3 があれ、ゆうこちゃんがあのスキル発動できたらあれなんだ、そこでもダメか。あれすらいけんかったな。これも行くしかないですな。行くしかないね、行くしかない、行くしかない、行くしかないけど、狼少ないんだって火力、うん、少ないんだって、これやっぱ少ないんですよ、少ないんですよ。いつも思うんだけどさ、私ってちょっとなんか嫌われとるのかなと思うんだけどさ、うん、今日なんかすごい思うんだけどさ、残数あれでもさ、なんか俺をたげれ俺をたげれっていうなんか言葉がなんかさ多いんだわって思ったんだ。ちょっとこれも殴らして俺、ちょっと殴らして、ちょっともう和田パンチ打たしてよ、もうちょっともう頼む打たしてよ、まだパン打たしてよ。いや、どっちにして打てるよ。ムームで打てるのは分かっとるけど、まだパン打たしてよ。ちょっと。これ使うまでもないんだっていうかな、そこまで入らんだろ、多分。火力出んわ、これ使わんでも。いや、いらん、これは。そういうあれじゃない。使うならここで、バダパン、バダパン、ちょっとバダパン、もういけんか、バダパン。もう切れとるかな、ちょっと待って。もう切れとるよね。一応、セオリー通り。いや、もう、あの、先走っとるもんさ。うん。あ、じゃあ、私行かなかった。ごめん、ごめん。あ、入っとんだ、あれ。カット入っとんだ。ごめんごめん、しまったしまった、さっきはばきのマークが見えんかった。火力的に足りると思うけどな、向こう私が使ったでか。いけたな、ワダパン。ワダパン残ってたね。ここもワダパン行きたいんだけど。ワダパン、これは無理か。もう切れとるな。これ無理か。ランコも砕けたらあれだな。色変えずにランコ砕ける火力なんかないの。10万出したらランコ砕けるようにしてくれん？ダメ？そしたらランコ弱なるか。だってお前自分の都合のいいことばっかり言う。いや、世の中俺中心に回っとるわけないから、お前なんかのために。あんな社会の底辺のやつも。有利になるとガオー率なんか思わん？なことない？ちょっと行かして。ちょっと打たして。ダメか。ワダパン。もう切れとるけど、補正の分だな、あれは。意外に気に入ったな、んか。あの、あれだね。清盛出てくるといいんだけど。清盛待ちだな、とは。ちょっと和田ちゃん使いながら清盛待つ。あ。
LED lighting is environmentally friendly because it does not use blah 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 the smallest amount of mercury. Even with 4 yen. Even. 相手が蘇生じゃなかったら使わんとこかなと思ったけど。無理だな。使ってみたのか。無理だけど。無理だけどな。これが 20% 回復とかだったらわかる。うん。3ターン継続マジで思うんだけどな、3.5。だって後ろのやつがさ、その蘇生とか火力、もう計算めんどくさいで5000としますよ。後ろの奥ゆるが、和田ちゃんの後ろが。3.5 で2万近くなるもんね。5000ぐらいが2万近くってことは実質、まあそうそう、もちろん 3.5 だけどさ。あれ、あ、そうだ、これ、しまった、ごめん、後ろ折ったんだ、使わん方がよかった、だった。ありがとうございました。ごめん、ありがとうございました。頑張って、ありがとう。ごめん、あれそうか、後ろごめん、あれはあれで終わりだと思ったら私押しちゃった。これちょっとインチキなんだわ、多分。1回だけやってみる。36、1回だけ、あんまりやらんようにしよう。初手にレイフがおらんと、ひどいとほんと3発とか。急にだって4で1万3、1万4とか見えるでしょう。4600、そうだね。1万4000ぐらいだもんね。レイフおってもまだ足りんもん。で、火入っとるもんで。2枠行けば水変したりして追いつけるけど。というか、この部屋でそんなに、なんて言うんだろう。的確に竹でする人間まずいないよな。言っても、通らんもんね、話が。レイフがおるとあんでいいんだよね。ああやってくるといいんだよ。でもああやってくると他が残るんだろう。亀とあれだと多分足らんのじゃないかな。おそらく。でしょう。あれ、ごめんちゃん。多分打てると信じたい。向こうはもう火力足りとるで、なんで 1.6 か22って 1.2 の2回二乗とかでいい？ 1.2×1.2 って意見言いたいんだけど。4850、まあ、倒せは倒せたんだな。自分だけ火力上げるより、イナフとかあいのかけるより、まあ、それも確かに強いよ。強いけども、和田ちゃんとこはあそこから何？オーバーキルだけどさ、オーバーキルに近いもん、はっきり言って。さ、高内ちゃんでもあれだもんね、オーバーキルだもん。ただ、継続弾が似たのもそれガス欠になると、あかんってやつだね。うん。蘇生でも本当にそのままだから、2ターンと3パン、いや、3パンじゃない、3ターン、本当何も見えんね。やっぱ違うね。これぐらい？まあ、どっちにしろ飛ばせるであれだと思うけど。うん、まあ、一応、ここにしとこう。押してないで、どっちにしろいいけど。和田ちゃんでもあれだろうね、あれ水入っとったらどれらい厄介だろうね。それは読むわな、設定するときに全体乗っかるであれだろうな、うん、いや、落として、打たさせてよ、打ちたいから。和田ちゃん打ちたいだけど、要は本当はあんたあれじゃない、全体終わった後、警備やっつけたからよかったんじゃないの。まあいいじゃん。ファレン系に9800っすよ。やばい、打ちたいんだけど、いいです。これ打ちたいんだけど、これ打ちたいんだけどさ、これダメなの、ダメなの、ダメなの。よし、俺も行っとこう。先押しとこう。行けるわけないで。10万オーバーしたらくれん？
これ。ワダパンチ。どうやってもゼロだな。少数点ぐらいなんか増やしてくればいいんだけど。なかなかあれだったな。もうどつでもでもこんなもんだから、多分カウントするときだと4枠なんか本当にな、だってマジで1万ぐらいでしょ、6000いくつの補正入るから、それ3点後とか2回攻撃したら7万とかね。そう、どうしたいのねえって思いません？でそれ継続さんだもんな、だから本当遅延環境になると思うんだけど、実は私次の時逆に和田ちゃん使わずに、それに C 様使おうかなってコスト見とるから、そっちでもいいんじゃねえかなと思って、ありがとうございました。ごめんちゃい、ありがとうございました。うん。って思ったんですけど、どう思います？ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんちゃい。頑張った。ありがとうございました。で、ちょっと待って。時間と場所、これあれなんだ、いつもなんかあれ場所押しちゃうんだよな。これ逆にあれ、ケル先生バージョン。あ、そうか。普通のやつか。普通のやついくか。41分まだいけるでしょ。面白いよ、だけど、これ、本当に。これでようやく火力がなんか上回ったかなと。いや、別に高尾ちゃんだって上回っとるよ。上回っとるけど、使用者が多くないでだよな。クレコの方が人気だよね、やっぱり。なことない？これは言っとくけど、あれってさ、なんか言いにくいやつ、不採地なんかとか、なんかピンクみたいな髪してるやつ。やべ、ペンギン取られる。やべ、取られる。あれ、どんだけあんの？いや、でも5000円倒れたんだな。そんな強いないんだ。レイフで撃っちゃうよな、あれは。ゆっこちゃん体力あるであれだな。このあれだね。もうスキルカウント 1が出てきたら、で、あれに和田ちゃん打ちたいんだけど、私、ちょっと私だけなんか2人ぐらい倒させてくれん？次3番手じゃなくて4番手でいいわ。打ちたいんだけど。タケノコに打ちたい。いや、ほんと綺麗に飛ばせるよ。多分、あ、でも相手がカウントしないとあれか。でも、あいつ自体がそんなすごい火力じゃないもんね。さあ、タケノコあれだな。いや、ちょっと待って、後にしたった方がいい。あっちに打たした方がいいぞ。ゆうこ先生、何倍だったこれ。999ぐらいだよね。いや、あっちに打たした方が絶対いいよ。8000とか入ったね。絶対打たしちゃった方が良かったね。まあ私こっちどこは。そんな流れ玉飛べばいいでしょ。あ、思った。絶対変えるんじゃねえかと思った。ここだったらあれだな、田島だけだね。変えた方が得だわな。やっと打たせてもらえるわな。じゃあ、やっといける。ちょっとパレンケじゃ嫌なんだけど、ちょっと役不足だな。ここまで行きたいか。和田ちゃん打ちたい。打たせてください。ちょっとこれじゃ役不足だな。でも普段だとさ、パレンケ入った時の幅が入ったら結構きついでしょう。ヴィッセル全体でも立ち回らんときついけど、いいでしょう。よくない？
いや、その計算しちゃ分かるわ。お前、その生きって言わんでも。蘇生後かなって私は思ったんだけど。カット入っとるでか。使わせちゃうんだったらって思うんですけど。まあいいけど。もう和田ちゃん切れとるんだよね、私らって。あ、上がっとるんか。ちょっとまあ行ってみようか。本当？行けるの知らんけど。いや、行けるのあんた、先押し。なんか、剣マーク出とるで行っとこうかなって。あ、でも46出たよ。あ、これでもう和田ちゃん切れたんかな。切れたんかな？切れたんだな。どう？いや、どうってそんな生きって言わんでも。これだとほんとなんか使っとって面白いかなと思う。ただでもこれ、そうそうか。本ちゃん体制になるともっと、あ、でもあの、風カットとか80とかああいうのはもうほんと飛ばしていけるよ。うん。ありがとうございました。止まるのは、僕、スキルが切れたとき。うん、ありがとうございました。もう一回。頑張った。ありがとうございました。あれだね。ああいう、注射とかなんかあるんじゃない？お前、そういうのやっとんの？ただ、そういうのダメだよね。こういうのはいいって。こんなもんかな。あ、もうないね。和田ちゃんないね、もう。イナフとかのないの？これさっきやったか。じゃあ他のやっていく？他のでもあんまあれだよ。なんか、変わったやつないの？ちょっと待って。これいってみようか。まあ、でも、何遍もじゃないけど、本ちゃん体制になるとこういうなんだろう。玉カットとかは最後水とか火が来るわな。これになるとなんだろう。最後の方でさ、疲弊して引きずるとか、水変して蘇生するとかっていうのがいないんだよね、ほとんど。で、遅延も少ない。だいぶ環境違うんだよね。スキルは使いやすいよな、普通の時に比べて。あれってやっぱりレイプとあいつってさ、使うんかな？なんだろう。レイプが倒せるから、なんだ、あいつ出てこんがや。ロシアのクレムリンか。クレムリンでいい？グレムリンでいい？クレムリンでいい？だからタケなんかあれなんかな？仕返すあれなんかなと思って。レイプ使った時私ずーっと思うんですよ。ほとんどレイプだったもんで。高確率でなんかなんていうんだろう、やると、倒せん、レイフを倒せんってことないか。あんまり嫌われてるだけじゃないのかもしれんね。意識しすぎじゃないの、うん、これ意外に出すだろうね。1点、2点、2、1.3、すぐ計算してください。宿題だね、これ。正答率 33% ぐらいとかでもあれ、真剣にやっとんですよ。あ、嵐とかあるのじゃなくて、多分って言いたい。人に言っても嵐に見えるんかな。毎回絶対謝るんだよ。ガラッパ増えたけど、三幕の C 様があんまいないよな。あ、あいつ忘れとった。しまった。蘇生の方面行っちゃった。火力でもそうだな。寿司巻きとかのあたりの上で、ちょっと押さんでいい、押さんで。オーバーキルだな。うん、こう
まあでも足りるよね。何をして音声確認しとんの？発音じゃないよ。発音ね、難しいな。難しいね、やっとるけど。訓練になると思って対戦しながらやってたりしますが、火力構成とかなんか何にも考えるようなことないようなやつとかだとさ、うん、あ、怖いのができたな。持ってかれるな。あれ後ろおるんだな。6倍だったか。よくわからんけど、なんでソリなの。よくわからん、これよくわからん。いや、クールじゃない、わからん。俺にはあ、そう、成功だね、これで。あ、そうか、いいよ、使っとくだったら、いいよ、使っ、いかんな、あいつ、なんだの遅延、ちょっと待った。パレンケ頼むぜ、パレンケ、ちょっと、そっから復活だよな。ちょっと、あれ、みなもちゃんかかっとるね、一人確か。ちょっと、いかんって。ちょっと、何チェーンショーなの？頼む、パレンケ。いや、先に押してかんって。みなもちゃん、ちょっと。これで多分、8万か9万ぐらいあると信じたいけど。かかっとるで。こっからだね、巻き返していかなあかんね。どっちをするかね、まあ、蘇生した方があれかなと私は思うけど。守ってってもいいけどね。あ、使わずにね。ああ、それ賢いかもね。うん、迷ったんだな、たぶん。2つかかったら自分のところには多分届かんよ。そう。いや、そんな耐えると思わんかった、私。それは思わんかった。52分、仕事したね。10万ぐらいあるはず、80% の、80% で。じゃあ 60% な、ちょっとごめん、嘘ついてた。ありがとうございました。60% の 80% 10万だから、これ違うわ。もうちょいあるわ。ありがとうございました。多分違う。ありがとうございました。頑張った。おつ、ありがとうございました。コメントが浮かばんかった。ありがとうございました。そうだわ。ごめん、10万じゃない。嘘ついてる。違う。もっとあるわ。10人ぐらいあるんじゃない？適当に言ったけど。あともうあれだもんな。53分。こんなんを私さ、あれ、これやったか？やったな。こんなんをやりながらずーっと発音やった。やつ何も考えることない。ちょっとこれ一回言って、さっきので終わろうか。53分。あと2000円ぐらいだと思う。あ、でも最後人があれか。できんかな。これでも普段っていうか、その自分がおる環境のところの、なんて言うんだろう、ハンドルネームって言えば、私ハンドルネームって言っちゃうんだけど、名前なんだけど、これいろんな名前の人おるね、見とると。絶対なんかサブ臭いっていうのが結構おるんだけど、名前変えやいいのに。あれ、いや、似とるの2人入ってきたら分かるじゃん、なんか。いや、分かるでしょ。あれもう本当に、規約上はなんだろう、バーン扱いなんだけど、されてないもんね。あれってスサノオだと打てるの？乱数。6いくつだと7いくつあれか、乱数か多分。線違うと。
ストッキーで足りるっちゃ足りるあれだろうな。あれでもほんと 1.2 個おるだけでマジでかいと思うんだけどな、私。もうちょここにしとくか。さっき間違えたね。だってここで言うと相手のトッキー倒したら他そんな体力あるわけじゃないから大丈夫だろうね、うん、そうだな、水が先押しできんねんな、あれはな、結局風が行くしかないから、うん、これでまあでもここまであれか、さあまずとりあえず蘇生を奪わしてってやつか、うん、こんなのだとほんと考えることとか、見とるは見とるけど別にそこまで難しい。まあ別にワイワイやるだな。そんな神経質になるような場面でもないしな。うん、これやりながらずーっと隣であのあれやるか。なかなか発音やっとるとあれですよ。ダービンで、父島で復讐か。でやっとるから。ちょっと待って。割とね、こうやってやっとっても左の方はずーっとかに回答時間のあれ、何、迫るからさ、回答時間のあれって何？タイムオーバーか。裸で使うとグリアンあれだろうな。入っちゃっとるな、あれ、対比アップかな。これをでも落としたいんだな。いや、落とした方がいいね、これをね。コスモンオールで。うん。どれかに合わせた方がいい。あ、でも、姫ちゃん俺多分いけるだろうね。あ、姫ちゃんやる？姫ちゃんでも使って思ったら強えなと思って。非限定だったらそうだな。2.3、3ターン。使った。見とって強いなと思って。だって、ワイワイでそんなに風だからって火に変えて守ったりとかさ、対策するのって、やるのジャンプ勢じゃん。え？よくわからんね。まあ、打っとくけどさ。そうだよな。やっぱ5倍は、一人打ってもきついでな、あれは。うん。打つなら打たん。カット入ってないでな。ここ本来で言うと、クレコもなくていいと思う。あれ逆にさ、打った方が怒られそうじゃない？まあ、もちろんここであれだよ。親父が2とか出てきたら、あかんけど。風の後半はあれだよな、3カウント余裕がないと、打っといた方が正解っていうケースの方が割と高いからっていうのもあるかな。答えはないけどな、それはもう。これ、馬鹿にしたりじゃないけどさ、今のファスターでも意味わからんでしょ。私はね、もう一個、もう一回最後で、最後はもう最初のやついこうか。トラちゃん使っていきたいで。でも真面目にこれワイワイだから、その遅延が少ないからさ、いや今のでもあれは私はもう理解不能なんだけど、ほとんどの顔文字とかが私理解できんわ、なんか。ありがとうございました。今のは使っても使わないも引き分け、別に無理に引き分け、あ、59分、ちょっともうすぐ行くよ、すぐ行くよ。もう一回行くでね、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張った。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待てよ。59分、多分できん可能性高い。ちょ。
ちょ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 、入れるか、入っていけるか、ラスだラス、ラスラスラス、よかった、できたできた、あ怖かった、みんなが使うでだろうな、こういう傾向で多分。そして7個にしとくか。ゆこちゃんが打てんだろうな、どれかは。多分。本音効果あの初手のあの子も地味にいいよねって思ったんだけど、みんなの火力上げた方がいいんかな、割といいかな、Cさんはあれおったらあかんかったね。まあでも素直に1個もらっとく、まあ、ここはいいと思うけど、イナフはでもあれだね、4形態と3形態となんか幅広くあって、うどんとかもなんかね欲しくない、本当でも、一声、ケル先生の女優が何であれ固くなにやらんだろうな。ここら辺無理か。無理かな。無理だよな。多分無理だよな。分かっとるよ。1.5 入って無理かなと思って。火が入ってないで辛いだろうな。あの、あれが俺でいいけどな。おパンツが俺で。ここはまあ、まあ、でもあれか。これだな。これ、まあ、もう打っとくか。これは残さん、残さん。実際に使わないあれだしな。いや、それで警備二人だもん。有効者まで行きたかったけど。回復するで、まああれか。多分回復するよね。多分っていうか絶対だけど。あれがかかっとるでいいか。特技あるでいいか、相手は。相手スキルどんなもんだった？多分2倍3ターンって弱くないね。ねえ。あ、蘇生後だね。ごめん、蘇生後だ、蘇生後だ。蘇生後だね。みなもっちゃんがどこ飛んどるかわからんねな。ほんでこっち行った方がいいか。誰も行ってないからこっち行っとくか。どっちがあれだ？こんなぐらいのがいいか。で、シギリアまで動くってやつか。シギリア動いたらめんどくさいな。私もこっちもら、一回もらっとくわ。使っていった方がいいんだよ、多分。シギリア 5か。マルコシャン 3000X5、15000とか。もう切れとるで、あ、でも連撃あるで使った方がいいんだよ、多分。うん、そう思う。
もうほんと今日のコメントはみんな意味わからん、私には。で、これを打っていくってやつ、これを落としたらいいんか。ほんといける、もういけるでしょ、多分。こっち打ったのかだったら逆に残しとくと鬱陶しいで、多分あそこ行けるわ、多分いけると思うでしょ、いけると思ったもん、だって信じたい。で、あれも落としたいな、そこまで行けば多分あれじゃない、私は落ちんで無理だで、せいぜいコックスだろう、コックスシギリアぐらいだろう、他はきついぞ、ゴールで何にも連撃も来ないし、耐火性とか積んでないで、私やらん方がいいよ、最後だね、もう使っとくわ最後はもうお情け無用、無理、無理だな、これは。使わんでもいいんだけどね。いや、もう、それがもう意味わからんだって。ありがとうございました。ワイワイを象徴するいう体制だったね。まあ、終わりよけばということで。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。頑張った。おやすみ。また明日。ありがとうございました。ということで。ありがとうございました。で、まあ、終わっちゃってこんな感じでしたということで。あれはほんとなんかワイワイのやつ生きり出すね。平日だよ。月曜だよ。96計算したね。うん。の ?66。でもワイワイはね、もうほんとあの指標にならんだよ。かん。マジで。うん。でもさ、上からいつも通り来ますなんですけどさ、どう?3.55。達也が 2.5 だったよね。ちょっと待って、ここら辺で見ると。3はこのアップ系か。自己火力アップ系とか言え。そうだな、ここで撮ると分かりやすいね。ちょっと待って、こうやって見ていくか。なんでこんなやつなのこんな、これ、え ?You ってあるわ。なんでこんなコレクションの人のお前。趣味かなんか。違う、これ進化させるのに、まあ、クッキー使うのもったいないもんでさ。何これゴールドで買っとんの、うん。浅草行き合いがめんどくせえもん、そんな。高内ちゃん9。これはわかる。継続に。達也の上位互換にはなるわな。でも、火がない方がいいケースっていうのもあれだろうな。達也は自分の火力があるであれだな。3.5 あっても7500とかあるから。あ?これも2万7、8000多分見えるでしょう。で、高内ちゃん逆に、掛け目高いけど、自分の火力低いから、これも2万7、8000でしょ多分。3台、そうだね。そんなもんだもんね。で、和田ちゃんが、これ実質言うと、貫突で6800までいかんねよね。いくんかな。イタチちょっと下ぐらいとか、あれぐらい、白虎ぐらい。まあ、6000いくつにしても 3.5 数に計算できんね。2万ちょっと、ただ火があるから、多分あれだな、耐火性に対してだったら一緒ぐらいの火力に設定してあるんだろうね、おそらく。補正なしだったら。ただ継続ターンと自分の火力で瞬間的に出すかっていうところであれなんだろうね。使い道を分けてくださいってことだね。コスト的にみんな近いもんね。達也も40いくでしょう。高内ちゃんも40いくでしょう。待って。48、そうだね。あやちゃん49。そうだな。これはあんま差別化しんかったんだね。あ、何個だけコスト安かったらあれだな。都市継続さんいいかなと思うんだけど、2と3、その代わりあれだな、瞬間的に殴りたいときは、
高尾ちゃん使っていくか達也使っていくかだろうな。火じゃない方があれだな、あの風カットじゃ火カット引っかかるからそこあるよね。高尾ちゃんもそうだな、達也でも使用者少ないよね。クレコの方が人気だよね。クレコしよっか。コスト足りんとムーム使う、使えるならでもあれだよね、姫ちゃんの方が多分あれだよ、人気度高いんじゃない。初夏、初夏、コスト足りんとき初夏であれだね、使ってくよね。足りるんだったら姫ちゃん入れるよね。でも姫ちゃんが満足に入るコスト代で多分遅延出てくるよな。その戦いになるよな。そこなんだろうな、ここら辺の火力系がなんだろう。じゃんけんじゃないけどさ、その相性が悪いっていうの。火力が出せれば出せるようななんか環境じゃないけど、なってくると、遅延も出てきて止められる人とかね。なんで結局耐久作った方がいいってことなんだな。そこになるんだな。これででも補正入っとるでかな。私ちょっと火力が上回ったかなって今日に関して。ワイワイだでかな。喫水のジャンプじゃないけど。でやると感覚違うかな。これでも本当に何、2枠のあの 1.2 と3枠の 1.5、3枠の 1.5 は継続2打でそんな長ないけど、2枠の 1.2 割だもんね、5ターンだから、ごちゃごちゃしても4枠、5枠の頭ぐらいまで多分続くでしょう。それあるでも違うな。2つかかりあれ 1.56 あるでしょ。違うよね。だってこれ自分だけでも3枠で 1.8 倍出せるわけだから、とりあえず相手が風で折るっていう限りは。異変ほとんどおらんかったから。ガスト潰すよな。ガスト潰してそんな対策を多分死んだろうね。ほんとかばってくるの多分火に変えた方がいいと思う。だ3枠で行っても、3枠あれだな。歌舞伎とかおると、そうなんだろう。労力が報われんっていうか、そういうとこもあるよな。火力は上回ったかなとは思う、私は。今日に関しては。普段のワイワイじゃないけど、耐久作った、ね、ワイワイってあれだな。全部が全部耐久じゃない方がいいと思う。落としていった方が逆に。甘える人だとなんか後ろの長いやつを動かす可能性あるから。うん。それをもうほじくり出した方が。継続さんやっぱ魅力なんですけど、私は。難しいな、ここら辺。補正が入ってるからもちろん無凸で使えるけど。だから今使っとるのは実質あれだね。補正ないときの貫突の数字はね、大体のところで言うと。に近いところだもんね。うん。いや、でも本当に不満っていうか思うわ。なんか味方に、雷鳥とかじゃないけど、全体とかいますとか、シレーナとか。シレーナって多分前に2回かかっとるから、まあ、打ってもらってもあれかなと思うんだけど。なんか崩したいとき、パレンコとかなんかボコッと一個崩して、他のやつを全体で何、削ってほしいときとか、逆に自分が先に打った方がいいっていう場合はある。うん。って思っとる。違っとるかもしれんけどね。私はそう判断した。うん。そこで全体でパレンケじゃないけど、パレンケと幅かかったやつの塊落とすのに、パレンケと幅かかるとどんなもんいく ?3 万ちょっととかいくでしょう。引き継いでいっとったらもっとかかるもんな。4万近くとか、4万か4万5千ぐらいあったか、あれって忘れちゃった。そこに全体連撃じゃないけど打たせるぐらいだったら、自分でそこポコンととして他で打ってくれた方がってあるね。だってこれ一発だけだもんね。いや、2回攻撃引き継いでないから。うん。これがね、もう本当に何、皆さん使い出して強力で手に入れて補正入った時とか、逆にこの虫のさ、2回攻撃とか、それかもう遅延するとか、の方がなんか強いんじゃねえかなと思うんだけど。これを使うより、素直に。だってこれの後で多分こういうのが使えるの多分レギュ組んでくるでしょ。風や火で、火炭、火風。火でも多分弱くはないと思うよ。これ継続さんやっぱでかいわ。うん、ウーマがきつくなるな。あ、そうか。そこでウーマンのとこでこいつ使えるか。この組み合わせでも私は悪くないかなと思ったんだけど。3枠が入っとるだろうね、1.5 が。地味だけど。それもあると思う。2回攻撃をかけなあかんっていう先入観はずっとあったけど。ちょっと思った。まあでもあれだな、ね。2枠のやっぱり補正入っとるから 1.2 が使われる傾向が多いっていうところは多分影響しとると思う。風でもああやってかけていくと
ある程度軽く肩にはなってくんだろうな、多分。ウーマルとかでもそうだけど、ウーマルが補正入るってことないもんね。たまにでもゆるがり補正とかやったらいいんじゃない、金にはならんと思うけど。そういう変わったやつとか。だって次の後半でやって、あの、なんてあれ、米倉とかそこら辺補正入ってるでしょ。だからああいうのもなんかやっていたってもいいかなと思う。国内とかでも、例えば大阪補正とか純粋になんかかけてあげるとか。うん、神奈川とかじゃないけどさ、東京とかでもそれこそ、東京で別にその財閥とかあっちの方じゃなくて、普通の朝ちゃんとかでも。金にはならんと思うんであかんけどね。うん、絶対なんかこういう新しいガチャのユーロを入れてくると思うけど、かなって思う。まあ、補正ゲームってことないけど、そこはあるわな。さ、北海道とかって普通のニューとかって書かれば弱くはないわな。もういいねとかかかった時なんか微妙だったよな、あれ。うん、まあいいわってことで、うん、意外に悪くはないかなと思った。うん、そこそこ和田ちゃん使っとる人いましたよ。多分簡単ではないで、まあ別にやらなくてもいいだろうね。野球力からでみんなもったいないだろうな、多分。使いたい人は引くかな。二回攻撃かけるよりなんかみんな上げた方がって私は思ったんですけど、かなということで。あれ、なんで一緒になるのこれ。二つも一緒あるわ。やってないけど、姫ちゃん悪くないかなと思ったけど、なんか強見えたんだわ。だってこの環境って皆さんほとんど火変えてきませんが、ずっとなんか同じようなこと言ってます。これだって 2.3 とか某先生が割とこの条件、姫ちゃん好んで使ってるの見とるんですよ。で、後ろ、あのあれなんですよ。初夏おったんですよ。その後ろ忘れちゃった。で、それに私何とかな、あの、ポディ引き継ぎのネネか、の後ろに何置いとったんだろう。歌舞伎だったかな、ネネぐらいまでも簡単に砕かれたもん。いや、ポディはいいんだけど、ポディ引き継いだ、あんなネネのとこだって、だってあれ、5000いくつとかで6万ぐらいとかあるでしょ。でも初夏であれだもんな、初夏1万5000ぐらいでしょ。で、2.3 かかるか。姫ちゃん 2.3 だったよね。2.3 かかるでしょ。1万5000の 2.3 とかだとどんなもん、3万4万ぐらいとかいく？めんどくさい、ちょっとそのままぐらいさせてよ。なんか他にあれだったのかな、すごい簡単に砕かれてよ。うん、強えよなと思って。他の、多分あれか、1.2 の前半のあれか、ケル先生じゃないけど、そこが影響あったかな。1.2 ある、そこに 1.2 かかるだけ全然違うもんね。でも強いよなって見とった。そこのかかっとるし、3ターンだったらあれだもんな。高内ちゃんはやっぱあれだろうな、あの、強力向きだろうな、完全に。継続さ短い方が多分強力向きだろうな、これ。なんか、そんなことない。瞬間的な火力じゃないけど。再生、でもまあ瞬間的に倒したい時もあるわな。無知の方がいいっていう時もあるもんね。クレコじゃなくてって。バランスはクレコ取れとるよね。どっちで使っても。瞬間火力あるし、まあ、あえて弱点言うっていうなら、連撃の5が少ないっていうだけだね、引き継いだ時も。うん。でも4枠のところのハバキの塊とか勝負してくるもんね。で、自分の体力あるし、うん、私がクレコ押してよ。ハッキー言って、ごめんって。うん。うん。連撃があって、体力があるやつって引き継ぎに使いやすいから、出し向きなんですよ。自分の作るような構成に。うん。単発火力でこういうのは連撃の方が体勢にはいいと思った。細かいところの漏らしを。サルパじゃないけど。かゆいところに手が届くかなと思った。うん。ヒーちゃんってこれ強いかなと思った、火力的に。色が結局あやあれなんだろうね。フィニッシュは弱いよな。あのあれ使われたってすごいきつかった。なんた、疲弊するやつ、デンの。名前出てこん。お兄さん。あれはきつかった。あ、そういうのの読み合いだろうね。耐火で絞っていくんだったら火で行ってかばうとか。ねえ。どこだろうな。まあでもこれでも本当もう火に変えていけば多分すごい守れると思う。うん。3枠の 1.5 だけどな、それだけで、うん、火の方が重い。
稲穂かけただけの田島じゃ1万5000とかそんなもんでしょう。足らんもんな、ちょっとな、うん。弱いわけじゃないけど、そこをうまくボコンっていけんと、止められちゃうと。面白いね、こうやってやっていくと。私、火力がちょっとだけ肩になるぐらい。ちょっとだけ肩って日本語おかしいね。の方が、対戦的に面白さ増すんじゃないかなと思う。その、防御ばっかでなんかごちょ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 、まあでもそれあれだよな。火力を増やしすぎると遅延になるってことだな。早いから、早くなるから。難しいとこだね。だから火力肩にさせんっていう多分、梅さんの方針じゃないけど、考えはあるんじゃないかな。設定的に。もうちょっと振っていいかなと思っても、多分振らんようにしとんじゃないかなと思ったけど。振らなすぎでいいかなぐらいで。だから少ない少ないって私言いますが。ぐらいにしとんじゃないかなと思うんだけど。遅延になっちゃうから。遅延はでも前よりはその やりにくくはなったらな。これやっぱり火力が間に合わんからな。うん。ということで姫ちゃん結構良かったですよ。やれば良かったんだけど時間なかったで。まあ面白くないやつだね。ということ。うん。どうかなって。あんま今日こうやって封刃やっとる場合じゃないよね。うん。こういうのもほんと砕かれたんですよ。止まるときは止まるけど。だってこれでもう10倍入るから5万6千とかあるわけだし、対課税だけに関しても3万3千とかか。クレコと何かでちょっと言ってくらいか。5、6の8、5でそうでしょう。3万3千とか。クレコプラスアルファ。まあ、ほぼいかれるような数字か。エクセ入ったところの難関でいくと、難関自力だと、ちゃんと計算してないでわからんけど。株は難しいな。蘇生後にあってなんか回復とか絡んでいくといいけど。うん。火力がでもほんと勝っとるかなとは思ったけど。かなぁ。どうですか？どうですか？みたいな感じだけど。これ要はやりたかったのがさ、私がポジをうまく落とす練習をしたかった。ポジ単体だと2254だから10倍だから22540ですが。単純に。タイミズだからっていうところを計算。タイミズと全属性とうまく計算しなきゃいけないね、そこは。で、さらにここに入が入るから35入ると27か28ぐらいだったかな。とりあえずのところ。で、そこにまた、それもまた対密と全属性と考慮しながら使うのか使わんか。あれが、使ったら残るんだけど、使わんとやられるっていうケースがそこそこあるから難しいなと思って。これをうまく落とせると、なんかマスターになれるかなって。うん。手持っとんですけど、どうかな。それの練習しとった。落とせたら俺の勝ちみたいな。落とせんかったら俺の負けみたいな。自分の中で勝手にやっとった。うん。その試合の勝敗どうでもよくて。ポディの練習ってとこ。だからその環境じゃないけど、そこによっては逆にニューをなしていくっていう手もありかなと。落とすために。その、バヨミじゃないけどさ、今の。ない方が落ちやすいとか。落ちた方がこれ得だもんね、はっきり言って。もちろん残すのもありだと思うよ。その、相手がミス変してくるところで耐えるって、それも全然役に立つけどさ。継続させたら基本的に得だよね。そのための役じゃないけど。できればなんかすごいの1万いくつとか、なんかポコンって吸いながら落としてくれると最高だよね。そう。もう歌舞伎の一発吸えるのが一番理想形なんだけど。意外と難しいよなぁと思って。田島だけだと足らんが、はっきり言って、まだ余すわけじゃないですか。で、他のなんかゆきちゃんとかガッサとかじゃないけど、水変したやつポコポコってた時もそこ足らんわけですが、それに残っちゃうわけですが。っていうところの難しさあるかなって。落としたいから。まあ落とさんでも仕事できるって考えりゃいいんですけどね。うん。っていうことで。まあ面白くないやつね、これもね。うん、どうかなってやってた。もう、コスト足らんもんでしょって言う方にしょったらもう入れるのね。何でもいいわ、みたいな。うん。タッセルでもいいかなと思ったけど。さすがに火力はね、言う方でも火力足らんだけど。まあいいかなって。うん。どうかなーってやってたけど。これだとどういう風にしたら、歌舞伎で落とした方がいいんかな。全属性で火力あるやつは何でもいいかなと思って。
200田島にしてやるか。これ以上コスト避けるもんで、まあ、最終を薄くするってのもあるね。ただペンギンさんにそれから株の3形態とか2形態とかじゃないけど、そこら辺の短縮もったりするから、やりにくくはなっとるだろうね。ここの、なんだろう、ワイワイがあんまり遅延使うって感覚じゃないもんな。早くなりにくいから。実際どうだろうな、これ。これの仕事が減ってほしいという人多分多いだろうね。マハーラとこの二人は。パシッパシッって、決まるもんね。セルフ蘇生させた後の後ろポーンと置いちゃうと。楽しくなかったらもうダメだもんね。と、色変化。難しいな、でもこうやってやっていくと。なかなか。でもあれ、本当に和田ちゃん、協力終わって多分、補正入ってきて、使えるようになると遅延の方が多分いいんじゃねえかなと思うんだけど、なんか、止めちゃった方が。体力なくて、耐久ないから。そうすると殴る力なくて、あと後ろがもうね、もう蘇生かなんかして出てこんだったら、そっちの楽じゃねえかなと私は思うんですけど。和田ちゃんの前はどう組むかだろうな。まあでも田島だから蘇生入るとこあるな。そこは止めれんとかんか。風は止めれんけど、日風だったら止めれるか。っていうなんか流れでもいいんじゃないかなと思うんですけど。ここら辺でもほんとやっぱ砕けるよ。4点なんだからこれでもそんなないもんな。入ってこれ5万いくつか6万とかそんなもんぐらいじゃなかったら確か。いや6万でも何だよ、全然4万くんとこのそのアンパイの数字じゃないよ。それだって補正入れば和田ちゃん一発で3万いくつか出してくんだもんね。飛ばしてくだろうな。そこはもうこれ。さ、風ちゃんだとこれ最終であいつの引き継ぎどうかなと思ったけど。グリアンでもなんか場所はいいかなと思った。こいつじゃなくても。グリアンこれ補正入らんくて、80だとこの4、6とかそんなもんでしょ。で、そこに4、6だったら別に耐久変わらんね。清盛と。ちょっと待って、9200でしょ。5、4、5、そうだね、そんなもんだね。清盛もそんなもんだよね。77か 4.3 かなんかだとか。4.31、そうだ、近いぐらいだな。だったらグリアン使った方が得じゃない、最後。押せなかったら耐久に似たようなものだったら、自分倒されたしても味方に 80% カットばらまけるから、そっちの得じゃね。カウントが4と3の問題か。遅延があるか。それで、ああ、そうか。清盛の方が安定するってあるか。で、コスト差5か。150とかそんなもんぐらいの時にぶち込みたい時に5の差が出るか。カウント3があって、ああ、そこで有利取れるっていうのがあるか。HPR で。2000あるから。使わんっていう選択肢もできるもんね。あそこの優位性もあるか。難しいからな。でもそういう使い方は多分向いとるかなと思う。これここまで想定したんかなと思う。だから数値近いよね。カウント1違うけど、耐久値的に一緒、非課税も一緒。で、コスト差5。捨ては当然火力がないっていうとこあるけど、その分 HP が、グリアンの方が低いか。そういうとこないかな、なんかこれ。だってデッキ、この二人本当にあれの後ろ。まあ、このデッキじゃないけどさ。まあ、これは今和田ちゃん構成だね。でも、イナフ自分でかけていても、その3の田島のとこがね、3の田島であり、ここで 1.4 かなんかで1万5000ぐらい出してきますが。でもあれ、相手が風だと仮定させてくださいよ。ケル先生とあれ、ね、虫かけて 1.8 になるわけじゃないですか、とりあえず。それなくても、サマークのとこは相手風じゃなくても、虫だけでもとりあえず 1.5 あるわけじゃないですか。だったら、これ別に味方に差し回ったらさ、自分の都合よに言ってるけど、いなくかけてるようなもんってこと考えると、そこ抜くだけだったら、みんな上げた方がなんか得なんかなって。自分だけで行くより。自分が抜けんかったらだって味方の火力上がってないから、あれだもんね、追い打ちできんもんね。全員上がったらいけるもんね。って思ったんですけど、どう？多分。やってみた感じで思った。
みんなあげてた。だってこれでも自分以外でケル先生使ったりしたら、またそこは 1.2.2.1.6 ぐらいでしょ。かかってて、3人おるっていうこともあるわけだし、2回発動できるってなかなかないよな。うん。紙切り状態になるもんね。あれだってほんと手つけれんもんな、あれでも。これがでもあんまり肩にならん方がいいんだろうね。そうすると色変えてかなか守れんっていう風になるから。でも風では攻めれんっていう風になるもんね。悲嘆でもそうですよ、あれって。もちろん火でいけるケースもあるけど、守る方ってほとんどみんな水変えるでしょ。そこしかやっぱ作れんもんな。読んで書いてとかやっていくでしょ、多分3で書いたりとか。っていうような風になっていくんだろうね、これでも多分。うん。まあそこをもちろん火で狙い撃つっていう手もあるし、うん、なんか裏のドアはこの対戦はあんまり書かん方がいいだろうね。素直にやった方が多分いいと思う。うん。ってことでこれもまあ似たようなやつ。補正の分だけど私思ったけど、回数攻撃じゃなくてもいいかなと思ってる。多くはやっぱ火力弱いわ、火入ってても。弱い。ここ特に 1.2 だで弱いわ。あの、イナフの方じゃないかな。自分だけの火力は。蘇生も入らんし。回数攻撃引き継げるっていうだけで。わだちゃんでもあれだね、2枠、3枠のとこ4回攻撃とか引き継いだしたら割とあれだろうね。3ターン継続やっぱいいんじゃないかなと思うんだけど。素直に組んで倒せること、風はあのあれだね、100% カットがあるでな。悲嘆でどうなんだろうな。どっちが適材なんだろう、場所としては。悲嘆の場合、水辺がおるか逆にいいかなと思うんだけど、私。いや、水変してウーマンがおるから。だってこれもほとんど倒せるから最後多分使わん方がいい。補正とかあれだったらこんなもん使われてさ。守れる気しんもん、全く。継続さんあるからダメだな。蘇生入ってもそのまま持ってかれるから。かなって思うんすけど。まともにやるならどっちがあれなんだろう。ちゃんとタゲしてくる人間がいないから、逆にこんなの方が、うん。無視されるとか相手にされてないケースとかもあるから、あんまりやらんかったけど、なんかやりすぎ感あるかなと思って。ほんであそこあれだね、田島入れたら最高だったんだけど。最後に置いた方があれかな、なんか右は、うん、思ったよ。で補正入っとるもんね、グリアンこれ。37185前半ちょっと待って、1855とか、5556とかの 3.5。2万は、ちょっと待って、1、2、3。そうだ、2万ぐらいとか見えるわ。ただワンパンでいくってことだね。クレコとは言わんけど、同等ぐらいの火力。同等にしとるの ?2 万を。が、あれか。3ターン。3ターンじゃなくて引き継いどるからあれか。2ターン。悪くはないの。強力なカット入ったやつとかのかばうやつ、最終の方で19号とかあのあたりとかでできたりしますか。あれをボコって一発でいけるとこでかい。そこを抜いて他のとこいけるみたいな。80% カットはやっぱいけるのでかいだろうな。弾引き継いの何かってやつ。あれとりあえず砕けるっていうのは。うん。これが蘇生だとよかったんだけどな。うん。これ80%カットだもんで、ね、もう絶対倒れんっていう、なんて言うんだろう。イカ様だもんで使えるっていうところある、最後。だってあれ、自分だけで言ったら最後補正入ってるから6万だもんね。なくてもこれ4万5千円とかだから、なかなかあれだろうな。対比にして本当に全体とかかけて、オルカじゃないけど、ヴィッセルじゃないけど、みたいなところじゃないとなかなかあれだろうな。うまく一発では、うん、かなと、まあ、これも似たようなやつ。ずーっと2回に越してやったけど、2回攻撃の田島引き継ぎより、全員上げていった方がなんか私いいかなと思う。後ろが淡白になるとかな、もう蘇生置いちゃうと。それ以上がないから。後ろが蘇生同等以上。意外に右の組み合わせ私何冗談でやっとったわけじゃないけど悪くはなかったかなと思うんですけど、どう ?Wi-Fi 嫌でわからんだよな、それだな。うん、
まあ、こういう面白みのないやつで、あの、あれを問い取った。発音やっとった。うん。和田ちゃんやったらやっぱそっちの方気がいっちゃうもんね。あの、どうしても発音を何、おろそかになっちゃうでやめたけどね。うん。適当に単価やって問い取るのにもあれだね。うん。のめり込んじゃうと結局無視しちゃうであかんけど。うん。まあ、こんなんでも、あ、落ちちゃった。ごめんなさい。ここら辺もほんと水バージョン欲しいね。ね。水ほんとラインナップ優秀なんだけど、ここら辺だけちょっと薄いんだな。うん。あれ。こっちとどせんが、ちょっと待って。こういう位置に、ね、この二人を使い分けるみたいな。スキルカウントでいくて、あれか、HP はでこっちの向いとるかな。倒された後の。これはカバウ使わんぐらいの耐久、あの火力しか出せんときは最悪なんだ、本当に。これ相手にしたときに。5で、あれだもんな、66あるもんね。5じゃない、66じゃない、55か。ただ、掛け目的に言うとこれ自分のカバウよりこっちの弾の方がでかいもんね。蘇生後もあるし。本ちゃん耐性はでもあれだろうな、これ。多分。風カット避けるために火に変えたり水変えたりもっと増えるだろうね。乱高もあるから。うん。今日みたいな感じにはいかんと思う。ただやっぱ適材的にはこんな感じじゃないかなと思う。これとりあえず170で組めとるけど、なんだったらもっと2枠とか薄くしていっさ、あのあいつ市外にして、書店もすっごい安くしてこれだけのために。うん。それか、もっとあれだったらね、なんか補正ユールが他の時とか低コストの時あったりした時に2とか3に入れて蘇生狙いとかに刺しといて、で弾が持ち入れるんだけど発動できんくても最悪最後清盛がは動けるよみたいな風にすると、あれ前ね思った、清盛出たぐらいだけど使っといて少なかったのかな。先生割とそういうのやってたけどさ、見とって強いかなと思ったけど、人の使っとるんであれかな、人使うと全部強く見えるもんね。うん、そう思う。こんなとこはなんかポールポジションじゃないかなと思うんだけど、こいつらの。これはまあ遊びね。うん。まあ遅延なかったら耐えるし、最後の蘇生通るし、みたいな。うん。勝ち目には近くなるのじゃないのみたいな。うん。どっちがあれだろうね、これ清盛と。ここで言うと清盛が向いとるかな。カウントの分。弾動きはまあね、むしろあれか。どうだろう、弱いとは思わんかったよ、使っとって。見とっても弱いとは思わんかった、強いとは思ったよ。先生使ってたけど勝てよなと思った。色変えのやっぱきついよな、これで。ほんと2ターン3ターンを普通に持ってかれるから。うん。残数差3とかあってもそこら辺食ってひっくり返される。うん。てかむしろこいつの捨てが高いのでやばくなる、逆に。ごめんなさい。どっちがあれかだな、スキルカウントを考えて。このコスト帯通用しんかなと思ったら、でもワイワイ大だろうな。意外とグリコ、バカにしとったというか、ね、小バカにしとったというか、役立つ感あるんじゃねえかなと思ったけど、今日に関してはなんかすごい仕事しとるよなと思った。うん、私、和田ちゃん引き継ぎのが好きなんだけど、だ倒せるもん、あれ。ただこれを対面に相手にして風のまま殴ると割ときついけどな。10万オーバーのやつをとりあえずスキル使われたら、それが終わっても5あるからやっぱあれか、6万ぐらいのところを削っていかなあかんわけだから、1ターンではいけんよな。だからでもこういう戦いになるんじゃないの、和田ちゃんグリコでパワーアップしたところじゃないけど、後ろが残らんとあかんのですよね。その3ターン分は和田ちゃん打ち込みたいから。うん、まあ、3ターン分かかるっていうことになるか。うん、こんな私でもこれだと右の形選ぶかな、殴れる力ある方が。相手に火力ないの相手したとこはいいけど、例えばこうやって
玉引き継いでた時に相手に和田ちゃん引き継いだのと相手していくと、どっちが有利あるかと言われて、私和田ちゃん引き継いだ方が多分いいんじゃねえかなと思うんだけど、引き継いでない方だって、あの風カットのやつ相手にしようと殴る力ないもんね、うん、かなって思うんだけど、そんなとこっすね、うん、まあ良かったんかなと私は思うんですけど、まあ最終的にはこんな感じでよろしくない結果だったんだけど、うん、でもこれエントリーで見れんけど、補正いるでそうだな。協力のが入っとるでか。待って、ちょっと待って、最後にじゃないけどさ。これ確か、ガチャのじゃなくて、対戦のあったでしょ。なかったかこれ。対戦ない？お知らせないな、これ。補正出とるはずなんだ。外部ブラウザで開くとあれ出るとまためんどくせえもんな。ちょっとここ行かして、ちょっと待って、最後にここ行ってさ、あーこれ遅いな、なんか飛べん、今タップしとんだけど読み込めん、ダメなんだ、ダメ、ちょっと待って、こっちタップしとんだけどダメ、これ英語物語のページの方、ここから行ってほしいんだけど、これありますが、まああえて使えると言ったら日曜月曜のワイワイぐらいだな。和田ちゃんが使えるであれか、月曜日とくか、金曜日の初日なんかこのコスト的に無理だもんな、和田ちゃん使ってて、あ、でも無理に入れていくっていうやり方もあるか、これ。あ、それで壊すってのもあるかもな。うまくやる人は多分作るだろうな。土曜日はちょっときつそうか。それよりさ、ここら辺の補正じゃないけど、こんな感じになってますわ。ピオフェスタとかあったりして、このなんだ、秋田県じゃないけど。これちくわもおるし。こういうのがあるんだったら他のとこのやつなんか入れてってもいいか、ゆるがりとかもあってもあれかなって。二枠の 1.2、魚丸あったら結構だと思うんだけど、私。まあ、風に変えるわな。どう考えたってな。魚丸あれ3形態で4形態でちょっとめんどくさいでな。相手の色とかにも左右されるから。でもこれ和田ちゃん全部入るんだから、ね、2枠とかでもそんなあれだろうね、なんか風ターン作ってもよかったんじゃない、これなんか全然なんか前半でやったで、後半あれか、もう協力でみんな手に入ったで使うなってことか、日曜日にバダちゃんで殴って、でもこれ遅延祭りだと思うんだけど、なんか、うん、使った方がいいんじゃねえかなと思うんだけど、か耐久作っていくかかなということで、まあ、そんな感じでしたということで、意外に良かったかなっていうのが率直な感想、継続3ターンは、うん、これあの一番なのがさ、まずワイワイでこんなにやっとる感覚が全くジャンプに対しての指標にならんとまで言うけどのことと、使用者が少ないから、これ増えたらもう供給過多になって、なんか旨味が全くないっていうのかな、対戦本当もうなんか、みんな似たようなデッキばっかりじゃないけどさ、その、よくあるハンコ剣心とかじゃないけど、それから、パレンケビッセルとかじゃないけど、そんなばっかだったら全然あれだもんな。全く違うことじゃないけど、別パターンでやっとらんと、その、イカミカンとかじゃないけどさ、被りは悲劇だもんね、リスコックスとばっかじゃないけど。そこがもうなんか使用者が少なかったから、うん、なんかよく感じたんかなと思う。これは。もう対戦絶対そう思う。みんなが補正いるで使う。まあでもみんながあのランチャーみたいにあの風カットするやつ、この前のじゃないけど、みたいに使ってった方がいいやつもおるわね。もうしゃあないけど。うん。補正がなくなっても急にポッて使えると、まあ難しいような体勢ね。そういうとこだもんね。まあそんな感じで終わりましょうか。うん。まあ意外に良かったっていうのは率直な感じ。電話、あれか。小馬鹿にしとった割には、今日はインチキだったか。かな？
あんた本当言っとることコロ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 変わるね。うん、まあいいじゃんそんな、うん。嘘つきだもんね。まあ、もう笑う本当に。なんか雨降っとんの？なんか変な音聞こえるんだけど。うちだけ？まあいやそんな感じで終わりでございますということで。はいということでそんな感じで終わり。